皆さんこんにちは。今日はですね、馬ぶどうという、まあ、薬草の一つらしいんですがね、これについてちょっと私ね、馬ぶどう酒というものをご馳走になってね、もう一日で実感したものですからね、その件についてお話ししたいと思います。いや、実はね、昨日そのドールハウスの件でね、訪問させていただいた熊田さんという方にね、帰り際にね、この馬ぶどうの件についてお聞きして、まあ、それをちょうどね、いただいたもんですから、昨日の夜ね、飲んで、おちょこ一杯飲んでね、寝たんですが、で、今朝になってね、本当に、なんて言うんでしょうね、目覚めがいいというか、疲れが全然残ってないというか、こういうことあんまりなかったんですよね。まあ、それで本当に私こういうことは、ね、あんまり信じる方ではないんですがね、でもやはりね、これだけ実感しちゃうと、やっぱり、ああ、すごいなと。思いながらね、それで動画にしようと思いました。で、実はね、私の家の近くにね、まあ、鉄道走ってるんですが、そこの柵にですね、まあこれはね、自生してるんですがね、その馬ぶどうがね。これ私は全く興味なかったんですよ。ただね、その馬ぶどうを取って、焼酎漬けにして飲んでる私の隣のね、家の高齢者、今約100歳になるんですがね、この方ほとんどね、入院したような病気ってなくてですね、健康なんですよね。だからそういうことも関係あるのかななんてね、今更ながらにこう感じているんですがね。あとその馬ぶどうはね、一般の人たちが、まあ所有者が決まってるわけじゃないんでね、一般の人たちがいっぱい取りに来てたんですよね。私はただ興味なかったっていうだけでしたね。実際だからそういう効果を感じている方がいたってことなんでしょうね。それでね、早速馬ぶどうについて調べようということでね、書籍やらね、ネット等で調べました。やはりいろんな効果があるんですね。特にその免疫力が高まるということがね、何よりも健康にはいいようですね。まあ皆さんも機会あればね、こう今回紹介した本ね、これも実は熊田さんから紹介していただいた本なんですが、それをお読みになるとね、違った感じで見れるかもしれないですね。まあとにかく私は今回のことでとてもびっくりしましたしね、今後とも飲み続けていきたいと思うんですがね、熊田さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。